トワイライトエクスプレス水風の撮影に山口線の篠目駅を訪れました。この度の山陰下りコースは東萩駅から折り返して益田駅から山口線を迂回します。トワイライト水風が篠目駅に到着。1922年に建てられた篠目駅の給水塔は、かつて SL が走っていた時代を物語る近代化遺産として、現在に伝えられています。新山口駅発、スーパーオキ4号、鳥取駅行きが篠目駅を通過。トワイライトエクスプレス水風が篠目駅を出発。
SL 山口号とトワイライト水風との列車交換を山口線のどこかの駅で見てみたいものですね。ご視聴をありがとうございました。よろしければ、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。